まずですね、このヘブマンのこれブロマイド、これ気になるよね。中もどんな感じかっていうのも気になるしね。これを見ていきたいと思います。はい、中をね開けるとこんな感じで黄色いボックスがあります。まあ、この中にブロマイドが入っているんでしょう。では見てみましょう。いきます、せーの、バン。いや、普通のナービでしたね。これな、これあのこの花飾りがついてるってことは、これはおそらくあのキャラかな。これはね、実際プレイしている方にネタバレになっちゃうんでね。はい、まんじゅう、まんじゅういいですね。かわいいな、これ。これ点が3つでね、顔に見えるっていうやつですね。3つね、点があると人間はね、顔を思い浮かべるっていうことでね、シュミラクラ現象っていうのがあるんですけれどもね。はい、まさにそうですね。3つの点があるとどうしてもね、人間は顔だと認識しちゃうみたいで、はい、シュミラクラ現象を利用したまんじゅうですね。いや、これはあえてまあ顔にしてるんですけれどもね。はい、いや、これうまそうだな。うん、はい、で続いてね、この1枚だけ買った、名ゼリフステッカーコレクション、はい、こちらを開封したいと思います。はい、うまいことカッターで上を切りました。はい、いきます、せーの、あれ、あ、台紙だけ抜けちゃった。はい、何でしょうか。いきます、せーの、ポン。わ、あ、やった、ルカ、やかやもりルカ来た。デペリンコ、めっちゃいいじゃないこれ。やったぜルカ、デペリンコ名ゼリフ。はい、いいですね。はい、続いてこちら、アルティメタルバッジコレクション、はい、こちらを開封していきましょう。3つ、はい、では1つ目いきます。どうやって入ってんだ。あ、まずは台紙に入ってるんで、ね、引っこ抜きましょう。はい、いきます、せーの、バン。あ、カレンちゃん、カレリン、見てください、これすごくないですか。これね、浮き出てるんですよね、このメタルな部分が。うん、なのですごい重厚感があってめちゃくちゃいいんですよこれ。で、絵の部分もね、このキャラの部分も、うん、こうエンボスみたいに盛り上がってるんで高級感がめっちゃあるんですよ。だからね、思わずね、いや、これ買うつもりなかったけど、もう買っちゃおうみたいになっちゃったんですよね。うん、いや、これいいですよ。うん、はい、続いて2つ目。ちょっと。はい、いきます。せーの。ああ、泉ゆきですね。はい。いや、泉ゆきもいいですね。全員がバニーガールっていうね。特にこの泉ゆきはね、ボーインですからね。めっちゃエロいです。いいね。はい、3つ目。全6種で3個買って、私の推しのルカが出るか。せーの。出ない。相川めぐみですね。はい、まあ、相川めぐみもね、めっちゃいいんですよね。キャラ的にもすごいね、うん、関西弁でめっちゃ強気な感じなんですけれども、スタイル抜群なんですよね。めぐみもね、好きですね。はい、いい。はい、続いてこちらですね、はい、照明写真館コレクション B。 はい、こちらは4枚ありますんでね、ぜひとも私の一押しと二押しの黒
倉さとみと桐生美也、そちらが出てくれるとありがたい。はい、では1枚目から出てくれると楽だなとか。いきます、せーの。あ、これも挟まってんのかな。あ、違うな、これをめくると出てきそう。いきます。あー、そっちじゃない、相方じゃないんだモナニャンですね。一瞬ね、髪色からしてね、ちょっとクラさん来たわと思ったけど、あー、相方だった。はい、続いて2枚目いきます。もうあのね、後ろっていうことが分かったんで、一気に引きたいと思います。せーの。あー、違うね、松千代ですね。松岡チロル、松千代。はい、ではいきます、3枚目。せーの。あ、違うんだな、水瀬すもも。すもももね、可愛いんですけれどもね、はい、ラスト1枚。全24種なんでね、やっぱ出ないね。いやー、ちょっとどっちか出てほしいな。クラかミヤさん、いきます、せーの。全然違うはい、花村式。やっぱ出ない。はい、ということでね、ヘブ版のブラインドもの、はい、全て開け終わりましたのでね、続いてこちらのブリーチのね、缶バッジ、3つ開けてみたいと思います。はい、まず1つ目、どんな感じ、あれ全18種でしょ、ラインナップも分かんないし、どんな感じの缶バッジかも分からない。いきます、せーの。あ、なるほど、ディフォルメになってんだね。はい、弓地下。あ、なるほど、これもメタル。なるほど、こういう感じか、ディフォルメなんだね。はい、2個目、せーの。マユリか。まあ、マユリディフォルメ化するとなかなかいい感じだね。はい、ラスト1個、全然推しが出ないせーの。イズルですね、キライズル。はい、ということでね、もうブラインドものは見事にね、全外しっていうことで、ね、散々たる結果になりましたけれどもね。いやー、まあまあ、これはね、思い出を買いに行ったと思えば当たり外れとか関係ないんじゃないでしょうか。私はそう思う。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。この機会にチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録、またね、高評価コメントいただけますとね、幸いです。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。